ユダヤ人がその権利収入と定義しているものは何か。これ4つしかないんです。Hello YouTube! Yes! 時間の鬼まむしこと沢茂美です。今日皆さんにシェアしたい考え方は、どうやったらファイナンシャルフリーになるか。ファイナンシャルフリーっていうのは、経済的自由。つまり、自分の時間を売らなくとも、生活ができる。そうすると、何も気にしないで好きなことができる。そういった状態のことをファイナンシャルフリーと呼びます。このファイナンシャルフリーが、もし実現できたらどうですか？実はファイナンシャルフリーが実現できたら同時に、時間的自由と精神的自由が得られるんですね。どういうことか？経済的に自立しているっていうことは、単純に言うと時間を売らなくていいということなんですけれども、それは勤め人にならなくてもいいということです。それはそれでどういうことかっていうと、例えばですね、スティーブン・スピルバーグ、人からお金を集めて映画を作ります。しかし、そのスポンサーの意向に従わないといけないとしたら、自分の作りたいものは作れますか？そうなんです。作れないんですね。つまりスポンサーの意見を聞かないといけないんです。本当はこうしたいのに、スポンサーがこう言ってるからこうしないといけないみたいになるわけね。そうしたら本当に面白いもの、本当に社会の役に立つものが作れますか？そうなんです。作れないんです。つまり、ファイナンシャルフリーになると、精神的自由、自分の信念を貫くことができるようになるんですね。同時に、時間が100%全部自分でコントロールできるようになります。何々しないといけないということがなくなるんですね。つまり、経済的自由と時間的自由と精神的自由っていうのは、ほとんど同じものなんです。ただ、現れる自由の側面がちょっと違いますけれども。じゃあ、どうやったらファイナンシャルフリーになるのかというお話を、今の、この世界のビジネスの情勢からご説明するのが今日の動画です。面白いですよ。さて、ここにね、世界で急成長、一大でしているビジネスっていうふうに書いてあります。これらをよくよく考えて分類すると、大体こうなってるんですね。つまり、IT 型ビジネス。IT っていうのは、インターネットテクノロジービジネスですね。で、フランチャイズ。FC っていうのはフランチャイズ型ビジネス。で、もう一つは流通型ビジネス。これら順に説明していきますけれども、これらに共通していることは、レバレッジが効くっていうことなんです。レバレッジ。つまり、テコ。少ない力で多くを動かせるってことですね。これはどういうことかっていうと、一人の人間でできる仕事量っていうのは決まってるわけですよ。でも、それにレバレッジを効かせると、一人の仕事で1000人分とか1万人分の価値を生産することができるんですね。だから、これらの企業というのは、一代で急成長しているんです。じゃあ、まず IT ビジネスから説明していきましょう。IT ビジネス、インターネットテクノロジー。つまり、最初に作る労力は一定なんですけれども、それをコピーしまくって、いろんな人に同時に配信することができる。つまり、今までは3人の営業マンで10人しかできませんでした。5人の営業マンで20人しかできませんでしたみたいになってたのが、1人の営業マンも使わずに、これはちょっと、かなり飛躍した例ですけど、1人の営業マンも使わずに、全世界に届けることができる。その価値をですね。つまり、最初に作った労力が何倍にもなって返ってくるってことなんですね。だから IT ビジネス。マイクロソフトにしても、Facebook にしても、その他、情報商材を売ってるのもこちらです。情報調剤なんかをやれば、個人でも結構比較的簡単に億という金が手に入りますよね。じゃあ次にフランチャイズビジネス。フランチャイズっていうのは、何かビジネスの仕組みを考えて、こうやると儲かりますよ、そうですよね、というものを売るんです。そして実際に相手が儲けた金額の何パーセントかを返してもらうんですね。だから、これもレバレッジが効いてますよね。つまり最初に仕組みを考えるのは大変ですけれども、その後それを何倍にも何十倍にも広げることができる。代表的なものは、例えばマクドナルド。
あの仕組み、衛生管理、人の育て方、メカニズム、価格設定、味、これらを設定して厳格にルールにしてマニュアル化する。つまりマクドナルドはハンバーガーを売ってる会社じゃないんですよ。マクドナルドはビジネスの仕組みを売ってる会社なんです。まあその他巷に見られる、まあ同じ看板がかかってるいろんな店、店舗は全部そうですよね。つまり個人商店では勝てない領域にシステム化されたものが全国に広がる、こういうビジネスモデル。これはですね、何も飲食店に限った話じゃないんです。何でもそうなんです。まあ、例えばですね、家にある不要品を売ります。自分で売ってたら限界があるわけです。でも、あなたの家の不要品を私に売ってください。いやいや、タダでください。その代わり、それの売れた金額の半分をあなたにあげます。これ、ウィンウィンですよね。相手も私も。だって私は在庫がないのに、その、ものが売れるわけですから。でも向こうはただ捨てようと思ってたようなものをこう私に渡すことによって、それが、まあ、利益を生んで、その半分が返してもらえる。つまり0円だったものが何か返し、お金が返ってくるわけですから、向こうも得しますよね。これを自分でやるんじゃなくて、このメカニズムを考えて隣村とか近くの人たちに声をかけてやって、はい、あなたこうやってください、ね、私が作ったこの仕組みでこうやってください、その代わり売上金額のその 1% か 3% くださいっていう仕組みを作ったらどうですか。つまり誰でもフランチャイズっていうのはできるんですね。まあこれはレバレッジが効いてるわけです。また自分が働かなくても相手がどん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 働いて、それでその上がりが集められてくる。じゃあ最後、流通型。これはですね、少ない予算で始められるビジネスなんですね。流通型ってあんまり聞き慣れないかもしれませんけど、まあ会社としてまあ一番有名なのはアムウェイだとか、そうですね、最近だと超急成長している中国のリーウェイだとかですね、そういったところは一台でガガーンっていくわけです。これはどういうことかっていうと、会社をやるのに従業員をもし1000人雇ったらどうですか。いくらかかると思います、1年に。そうです、50億円かかるんですね。なぜならば1人頭の給料が500万円だと仮定すると、まあ、1000人だと50億円ですね。つまり何もしなくても50億円が出費していく。だから1年間に100億円くらい稼ぐ会社でないと1000人雇えないわけですよ。そうですよね。まあもっと厳密に言うと、社会保障費とかこういろいろあって、まあ経営者はその実際払ってるお給料の2倍くらいは何かしらこう使ってるわけなんですけどね、福利厚生費とか。だからまあ1000人いたら、まあ500万円平均500万円の給料払うとしたら、まあ100億円くらい売り上げててトントンなんですよね。だから150億円くらい売り上げがないと、売り上げっていうか利益ですね、利益がないとまあ儲からない。それくらい人を雇うっていうのは厳しいんです。でもこの流通型ビジネスっていうのは、人を雇う必要がまあちょっとありますよ、ほとんどないんです。それがこういうのビジネスが一台とかで急成長しうる、まあ要因なんですね。でこれはもう事実なんで、そのビジネスの業態がいい悪いは抜きにして、まあ今世界ではこうなってます。これらの共通点はレバレッジ、つまりちょっとの力で大きなものを動かすことができるっていうことがこう共通点になります。ここからが面白いですよ。では世界人口の 2% しかいないのに、世界の富の 50% 以上を所有していると言われるユダヤ人の考え方はどうでしょう。ユダヤ人が権利収入と定義しているビジネス。そうですね、以前の動画でもやった通り、世の中には2つの仕事しかありません。つまり労働収入による仕事と権利収入による仕事、このように捉えられています。労働収入というのは端的に言うと自分の時間を売る仕事。時給いくら、ね、私の時給1000円で売ります、私の時給30万円で売ります、そういうのが労働型収入ですね。つまり自分が何かをしていないと入ってこないわけです。自分が何かを、つまり休んでしまうと何にも入ってこない、病気になってしまうと何も入ってこない、会社を辞めてしまうと何も入ってこない、これが労働型収入の欠点で、今この労働収入型のビジネス収入を得てる、それ労働収入一本型
の収入を得てるっていうのがすごい危険なんですね。願わくば権利収入の柱を3つくらい持って、それでファイナンシャルフリーを獲得した後に、その仕事から1円ももらわなくてもいいからやりたいっていう仕事を労働収入ですればいいんです。まあ、順番は労働収入をして、まあ、種銭を作ってですね、それから、まあ、権利収入を作っていくっていうのが、今の日本では、まあ、やっぱり一般的ですし、私も実際そうでしたが、ユダヤ人の考え方から言うと、権利収入を作ってからでないと労働収入しちゃいけませんよっていうことです。まあ、それはまた別の動画で、説明してますので、そっちに詳しいんで、そちらをご覧ください。じゃあ、ユダヤ人がその権利収入と定義しているものは何か。これ4つしかないんです。一つは不動産。わかりやすいですね。権利収入ですね。買って住んでいただいて、あとはまあほとんどほったらかしと。不動産会社に任しておけばいいと。その買うというリスクを犯した段階でもういくら入ってくるのかってわかる。何年で元が回収できるのかっていうのが計算できる。で、ここ。フランチャイズ型ビジネスと流通型ビジネス。これは世界で急成長しているこれらのビジネスと同じなんですね。そして最後はロイヤリティ型ビジネス。これは、まあ、ビジネス、そうですね。ロイヤリティっていうのは何かっていうと、決められた約束に基づいて報酬が入ってくる。つまり、銀行の利子とか、株価の配当とか、そういう、これ、何々をやっておいたら、その、ま、金額とか投資とか、その労力に対して定期的に入ってくるっていう契約に基づく収入。こちらをロイヤリティ収入と言います。ま、例えば、本の印税とかもロイヤリティですよね。で、これに、共通する、ま、その、ユダヤ人の定義っていうのは何かっていうと、これ、リピート率なんです。リピート率とは何か？リピート率とは、一回の労力に対して何回も何回も入ってくる。それが権利収入なんですが、その今月入ってきました。じゃあ来月入ってくる。この確率、これをリピート率と定義します。そうですよね。だから一度同じ商品を買ってくれた人がまた来月も買ってくれる。まあこれはまあ日ごとのリピート率か月ごとのリピート率か年ごとのリピート率があると思うんですけど、携帯電話とかを思い浮かべればわかりやすいですよね。つまり今月携帯電話料金を払ってくれた人が来月払わなくなったら、それを解約したらですね、リピートが切れたってことなんですよ。でも携帯電話ってもう一度契約したらもうずーっと払いますよね。人によってはガス、水道、電気が止められても絶対携帯だけは止めたくないっていう人いっぱいいますよね。そういう人のリピート率はめちゃめちゃ高いんです。っていうかもうずーっと必ず払うんです。なぜならば携帯電話を止められるのが嫌だから。そうするとリピート率っていうのはめちゃくちゃ高くなりますよね。そのキャリアによっては 99.9%。でもやっぱりこっちの方が安いから切り替えようって思うと、ここからお客さんが逃げていくんで、そこは解約になるんで、ここのリピート率はちょっと下がりますよね。それでも相当高い。つまりリピート率が高いビジネスっていうのは、これ権利収入になるんです。でもリピート率が低いビジネスっていうのはどうですか？これどんどん労働型収入に近づいていくんですね。なぜならば何かをやらないと入ってこなくなってくるから。何かをやる頻度がめちゃくちゃ少ないけどずっと入ってくる。これがリピート率が高いってことですから、権利収入ですね。不動産もそうですよね。今月、まあ、入居者様が、お部屋に入ってくださったと。で、それに電話して、すいません、来月も何卒、その部屋にいてください。何卒って言わないと、解約してしまうのかっていうと、そういうことはないと。不動産の場合は。で、大体平均で、まあ物件にもよりますけれども、まあ2年とか3年とかは住んでくださるわけですよ。そうすると、最初に客付けするときはちょっと大変ですけれども、その後はずっと何もしなくても、まあ何もしなくてもっていうのはまあ語弊がある場合の、物件もあるんですけれども、その後ずっとリピートされるわけですね。じゃあ仮に
3年間同じ方がずっとそこに入り続けたとしたら、その時のリピート率は、まあ、36分の、まあ、35ヶ月目で、まあ、退去されたと仮定すると、36分の35なので、大体、確か 95% くらいになるんですよ。で、95% っていうのは、まあまあ、90% 以上だったらですね、権利収入って言ってもいいのかなと思ってますんで、そういうものがこういう権利収入になる。そうなんです。この、急成長しているビジネスと、権利収入と言っているビジネス。これは、お互いレバレッジが高い、元手が少なくて済む。っていうのと、リピート率が高いっていうのは、これ、共通事項は何だと思いますか？そうです。あなたが最も大切なものは、時間です。つまり、時間、かける時間が、その単位利益あたりに対して少ないっていうのが、これ共通点なんですね。だって IT もプログラム書くの最初のは大変ですよ。めちゃくちゃ時間かかりますよ。でもその後はずっとそれを売っていけるわけですよ。何倍にもコピーして。だコピーできるようなものはこの IT 型ビジネスに関係ありますね。で、フランチャイズもコピーできますよね、そのビジネスモデルを。で、流通型は少ない人数でどんどんコピーしていけるっていう、そういうメカニズムになってるんです。だからここはスタートアップしやすいし、急成長しやすいわけですよね。レバレッジが効くから。で、権利収入っていうのは一回やったら最初に投じたエネルギー、お金、労力に対してずーっと入ってくるから、かける時間が少なくて済むんですよね。こっちもかける時間が少ない割にいっぱい儲けられる。つまり両方に共通するのは、最も大切な時間という資源を最大化できるってことなんです。どうですか？これ面白くありませんか？つまり、そういうことを考えて、副業や自分の資産形成を考えていくってことなんです。ね。これ、こっちはですね、残念ながら、投機的なビジネスっていうのは入ってないんですよね。つまり、株とか FX とかはこっちには入らないわけです。なぜならば、あれはトレードすること自体が、ビジネスなんで、どっちかっていうと、労働型収入なんですよね。だって毎日見てないといけませんし、あ、上がった下がった今だみたいなのやんなきゃいけないわけですよね。これは労働型なんです。でもその労働型でもいっぱい儲けられるっていう、まあリスクも大きいですけどね。ただ株式の長期保有っていうのは、これは世界経済がどんな不況が何回起きようと確実に上がっていくってことが分かっていますんで、それはまあこれでいうロイヤリティ型になるというふうに私は思っています。それではこれを使ってどうやって自分の資産と労力と時間を最小にしながらそういったものを増やしていくのかっていうところに興味はございませんか？ IT 型ビジネス、いろんなものを組み合わせてうまくやると実はできるんです。それでは今日も最後までお話を聞いていただいてありがとうございました。イエス！